おはようございます。つるりてるおでございます。本日は釣りバカ男一代第1回ロケということで、ここ鳴尾浜にやってまいりました。ここ鳴尾浜は、私が10年前初めて釣り、よく日記にも登場する H さんが師匠なんですけども、教えていただいて来た場所になります。では今日はこれから、いつものように鈴木を狙っていきますので頑張ります。このズバズルの先生で H さん紹介します。お願いします。ここでこの方に教えてもらいました、ね、で H さんの一番弟子の M さん、M さんが僕二番弟子、なるほどね。そういうことです、はい、この今の時間帯はどうなんですか。5時半見たら今ベストシーズンなんで、もう1匹ぐらい釣れとかおかしい、おかしい、全然だあげませんから今。これからです。はい。頑張ります。はい。非常に厳しいです。ここのでもその釣りの要するにポイントっていうのはどういうところなんですかね。え、まあポイントというかこのコツというかね。あ、これも完璧この足元の下に魚がいるんで、あ、この下にね、巻き餌でおびき出して釣るということですな。釣りです。はいはい、あっでこれが困るな。柱引っかかったってどういうことなんですか。魚が、魚が柱に回ってしまった。あ、下にね、で引っかかって切れてしまいました。あ、そうですか。ああ、肩の荷が降りた思ったのにな。第1回ですか、これぜひでもね、なんて言うんです、坊主は下げてくださいね。食べますよ。鶴瓶さん、今日キロちゃんがいてないんですけど。キロちゃんはちょっと身長が足らずに、なかなか使い勝手が悪いんで引退しました。でキロちゃん使ってる時釣れへんかったですわ。そうなんですか。使ってない時釣れたんで。だってね、かわいそう。強制的に引退しました。引退しましたか。かわいそう。今家で飾ってます。飾ってる。なるほど、かわいそう。それより釣りたいな。どうも当たりませんな。ちょっと空気が悪いです。空気悪いですか。超悪いです。流れを変えるにはいつもどういう風な形に なんかしてるんですか。流れを変えるときにはパンを食べたりおにぎり食べたりしてるときに当たる。当たる。なるほどね。なるほどね。そうかそうか。鶴瓶さん、もう先から見てるんですけどね、実際問題どんなもんなんでしょうね。赤あげませんか。もう7時、7時で今7時ですよね。1回下手くそ、はい、1回当たりするするよね。
まあ、とりあえず今日何時頃まで粘りましょう。釣れるまで。釣れるまでね。よし、見ましょう。はい。もう、今チャンスやったのにな。うん。おお、来た。うん、うん、大丈夫大丈夫、種はある、50近く、来ましたね、釣り来ました、よかった、坊主じゃなくておぉ、さすがに来た、よいしょねー、よかった、はい、こっち行きます、おぉ、おぉ、おぉ、バッチリ、はい、来た、よかった、あったわ、52、で、見に来る、見に来て、まだ伝説の嘘つき、見に来て、じゃあ、これで行こう、じゃあ、じゃあそれで、これ何これ、口から入っとんの、口から入ったエビやん、もうだいぶ消化したエビやで、これ、うん、だから早うから食うとったんやろな、ようさん出しとんな、めっちゃうで、これ反対、ようさん出しとんな、これぐちぐちつってるやん、うん、フィッシングメジャー台は出た、反対反対反対、え、反対、ちょちょちょ、ちゃんとちゃんと撮影用やねんから、いかります、ついにこの番組第1回のあるやろ、あるあるある、うん、おー、あるわ、52やるわ、あ、うん、じゃあ、こう、消えとったら、あ、こっちかリリースします、はい、はい、リリースしてください、はい、嬉しいな、冷静に戻ったところでちょっと感想を、よかった、ほっとした、釣れへんかな、どうしよっかな、思ってた、よかった嬉しいです、はい。こんなにストリングかけてる。エッチさんが釣りました。エッチさん釣りましたね。はい、俺だけ当たりないんだけどまだ。どっちも。M さんがちょっとぼやき出しました。あとは M さんだけなんですけど、もうすぐ釣るでしょ、釣りますか、釣りますか、3人でね揃って記念写真撮りたいですね。俺逃がしてもた。今日はどんな感じでしょうか。こんな感じ、はい、エッチさんと金目さんにもうやられっぱなしな状態になりつつあるっていうところですけど、これから巻き返しますよ、うん、お願いしますよ、ああいう風にやってますけど、鶴井さんというのはどういう方なんでしょう、まあ、次の現場においては、普通と変わらず、相変わらず方向音痴が釣りでも出てくるようにおとぼけ、はいはい、さんですね、おとぼけですよね、はい、いつもあんな雰囲気で、そうですね、はい、ちょっとしたことの喜怒哀楽がはっきりしてて、いいですね。心の底から今油断してないからあかんねんで、油断してるふりはあかんねんで、わかる？心の底からいつもみたいにボーっとしてくれないと。今金さんらしくないね。らしくない。背中に意識があるもん。ある。ボーっとしてくれないそういう時にやっぱりちょっと当たりがあったりするわけですか、ぼーっとしてる時に、ぼーっとしてる時に、先が消えた時に、先が消えた時にね、あ、なるほどね、7時半だよ、はい、ですこれは一応何飯になるわけですかね、これは魚のスクッキーマスのせい、あ、先ほどのようにね、魚がふさがってますよっていうのをアピールしてるわけですね、魚にね、あ、なるほどな、来るかもしれんということですね、幸せです、幸せですか、はい、
鶴井さん、はい、トントその当たりがなくなったんですけれども、うん、なんか対策あるんですかね。対策、はいはい、根気よく根気よくね、根気よくまめにエビ返ってエビ返ってね、こまめにエビ巻いてということですな、はいはい、ね、飽きたら寝る、飽きたら寝るってことですね。それがコースということね。はいはい。ね、忍耐あるのみ。忍耐あるのみね。はい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 。頑張ります。頑張ってください。釣りてる子にとってその釣りの醍醐味というのはどういうことなんですよね。いきなりそんなこと来た。そうそう、やっぱり当たりが出た時の喜びと、はい、それを捉えた時の喜びと、はいはい、魚が買ってくれた時の手応え、手応えね、で上がってきた魚が大きければなお嬉しい、嬉しいということですね。これはやっぱりあれですか、その瞬間にあの全て嫌なことを忘れられるというような、空っぽ、空っぽというか、例えばあの夫婦仲とかそういうことは全てすっかり忘れてます、すっかり忘れてますか。はい、ちなみに夫婦仲別に悪くありませんそうですか、はいはいはい。たまにはあれじゃないですか、あの前あれじゃないですか、奥さんがですね、鶴里照夫さんが魚を持って帰ったところ、あ、こんな臭いもん食われへんみたいなことを書いておられたことがあったと思うんですけれどそういう面ではいかがなんですか。あれ一遍あのチムを持って帰って、はい、お腹空いたら、はい、うんこの匂いがしたんです。いやいやいや、それとまたちょっと質の悪い魚、それちょっとあの怒りに触れたという、奥方の怒りに触れたということですね。そうですね、はい、速攻捨ててしまいましたそれではもう平気ということ、大丈夫ということですか。そういうことはないですということですね。あんまり持って帰りません。もう持って帰んと、はい、ということですね。鶴井さん、はい、あの場所変えられたんですけれども、はい、ここから巻き返しということでいいですか。巻き返し、はい、気休めかもしれませんもう待ってられません、あそこで。待ってられませんね、はい、頑張ってくださいね。頑張ります、はいはい。こうなったら奥の手出します。腹減ってないけどパンを食う、これできます。これできますか。多分、ね、これで無心の境地に入るということですね。そうそう、ひたすらむしゃむしゃやるということですね。おいしい、おいしい、うん、大きなロシアパン、ロシアパンね、まあ、今時なかなか珍しいですな、うん、中身何も具入ってない、うん、砂糖だけ、砂糖だけね。この食うというね、この食うという部分がその魚に伝わればいいってことですね、うん、いうことですね。どうか美味しそうやな、俺らも腹減ったなって、目の前エビやった、パックンチョ。あ、なるほどね、はい、多分見えてるはずや、見えてるはずやな。よし、鶴さん、これを見てください。いただいたバレス直したの、でも三つ編みにしていいよ、場所をするわ、うん、もう買いになるわけですか。そうなんですよ、だって鶴さんって僕ら釣れなくても全然気にせずいっぱい釣る人なのに、はい、その鶴さんは全然釣れないってことは、はい、ここ魚いないですよね。あ、じゃあ釣ります。俺はここで死ぬ。本当に人の気持ちを忖度しない鶴さん。忖度ではない。こう周りが釣れてなくて落ち込んでても関係なく上からかぶせてくるもんね。バッコンバッコン釣ってね。当たんないかな、うん、しんどいと思います。じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。はい、はい、はい、燃えつきました。ゴールデンウィークでこんな普通に出るんだ、もう真っ白けです。明日はどっちだ。鶴井さん、ここで再度場所を変えられたわけですけれども、はい、はい、ここでもう勝負に出るということでいいんでしょうかね。勝負出ます。はい、
ちょっとこっち浅くなるんですけど、はい、もうそこで死にます、はい、死なないように死にます、頑張りください、はい、はい、なんか暑いわ、釣れへんわ暑いわ、釣れへんわ、忍耐力にも限界がある押したんだ、間違えちゃうかいね、死なん気にかかってきた ここで骨埋めるつもりやったけど、もっと戻るかな、いや人生とはそういうもんじゃないですか、行ったり来たりの繰り返しみたいなね、うん、7転びっぱなしでね、あ、もう言いたいこと言ってくださいよ、ここで終わりにしよう思ったんですけど、はい、もう一遍だけチャンスをください、いいですよ、はい、元に戻ります、元に戻りますか、はい、じゃあお願いしますさん、どうですか、とりあえずもうお昼になりましたけどね、どんな感じでしょうね、最後1時からラストスパートかけて全てをかけます、 OK、 はい、おにぎりおいしいもう最終決戦に行きますか、ついに巻きますか、うん、巻きますね、はいはい、最終決戦です、最終決戦ですね、はいはい、じゃあとりあえず先から当たりは出てます、出てますね、はいはい、タイミング悪く一回も仕留められません、鶴さんがおしっこ行ってる間にね、うん、当たりが来たりしてますからねまあここね、シンボルロックです、シンボルロックですね、ちょっと頑張っていきましょう、ここで、はい、このタイミングを逃すとなかなかないですか、いや、もうちょっと先になったらね、もう疲れてきました、疲れてきましたか、はい、なるほど、強制終了に近い、強制終了ね、はいはいはい、勝負師の顔になりましたな、近く恥ずかしいな、あ、恥ずかしい、そうしゃ、来るで、来ましたか、来ましたか、はいはい、 OK OK、 おー、よかった、よかったね、よかった、はい、最後に一匹来ました、はい、生後かもしれない、はい41センチぐらい、41センチね、はい、ギリギリ跳ね、はい、ほとんど生後です、生後ですね、はい、そうですね、はい、 OK、 終わり、終わり、はい、